番組に対して宛先はメールアドレスの間でも当時とても話題になりました。音楽はテクノやロックに分類されると思いますが、高乱風の短波放送を音源に取り入れてきたという曲で、ノイズやフェージングマジルの遠距離ラジオ受信音源と分かる部分があったりして、とてもユニークな曲になっています。この ROK 技術クラブを聴取しているリスナーの皆さんも40代ぐらいの方ならきっとこんなのあったなって思い出すのではないかなと思いリクエストさせていただきます。それでは皆様、体に気をつけて、本年も素晴らしい番組を全国に向けて放送していただきますようよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ楽しみですね。はい、楽しみます。はい、ホルガー中海でペルシアンラブ。